出していこうぜ、どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。チベットしないですね。おいかかってこい。子供たちが見てたからさ。なるほどね、ちゃだよ。失礼いたします。今の挨拶にもあった通り、今日はチベットスナギツネとの対決に向けて練習になります。この間チベスナと一緒に試合の指標になればいいとは思うんですけど、現段階で410本を72秒、200ジョック60秒つなぎ。大谷さんとしたぐらい、あれちょっと早い。あれは75秒だったから、3秒アップをやったんですよ。この練習内容って、まあ、レベルの高い練習なんで、まあ、15分切りぐらいってこと？高専で言えばこの練習できたら、まあ、15分から15分半で走れるだろうっていう質の高い練習なんですけど、チベスナと一緒にやったんですよ。略すなんですよ。チベスナコンプリートしました。僕8本目で離れた。これは悔しい。これ違うね。3000だもんね、戦うの。そう、うわ、このラスト2本、これ悔しいんですよ。でかいね。でかいんですよ。なので練習の反省を踏まえて今日はメニューを組んできた。ああ、なるほどね。普通に8本できたのもすごいし、10本できたのもすごくない？いや、まあすごいすごいよね。すごいよね。どっちもすごいよね。チベスナさんがさ、10本できちゃったから悔しいってなってるかもしれないけど、8本で今の実力的には悪くないし、別に。まあそうだね。まあ自分的にも全然練習は詰めてるので、当日3000はタイムを本当に狙っていけるなって思ってるんですけど、狙うだけじゃなくて本当にやるなら勝ちたいんで、今日の練習が2003本。うわ、きつ。こちらの意味合いなんですけども、前回その410本っていう高強度の練習がありました。それがだいたい心拍が200から190だとしたら、今日の強度的には心拍170から180なんです。1段階落ちると。1段階落ちる、1段階落ちるけども、その分時間が長くなる。なるほどね。だいたい練習って3パターンあって、その高強度の心拍190から200の練習、今日の170から180の練習、160前後のペース走的な練習、この3つをやっぱ組み合わせてやっていくことによって自分の力も伸びるし、ランナーとしての安定感もまあ出てくると思うので、しっかり今日は安定感をランナーとして高めていけたらなと。ここでやっぱり安定していくことによって、高強度の練習がぶつかった時に安定したパフォーマンスが発揮できると思ってるので、今日も大事な練習をこなしていこうと思います。うわー、素晴らしい。なんかふざけたサムネイルかと思ったら、こんな真面目な一番嫌う練習でもあり、今まで一番してこなかった練習なので、自分が気持ちいい練習とか得意な練習ってしちゃいがちだもんね。まあそこを目背けないで今日頑張っていっていくと。短距離の僕でもね、ロング走というか、例えば210本とか8本ってめちゃくちゃ必要な練習なんですけど、僕は学生時代とかそういうの目背けてやってきてたんで、でも今それをやるようになって、やっぱ10秒7とか10秒8とか出せるようになってきてるんで、やっぱその大事さって、やっぱりよしきも今多分やってて実感してるだろうし、僕も結果を出して実感してるところあるんで、本当に学生の皆さんね、そういうロング走とか目背けないで頑張ってほしいなと思います。はい、はい、待ってね、ちょっと動画は終わりかな。最後までご視聴ありがとうございます。はい、プラスね、はい、今日ゆうしくの練習も頑張るんですけど、はい、じゃじゃん、はい、来ました。こちらね、半年ぶりに帰ってまいりました、西のウェア紹介シリーズー。じゃじゃーん。はっ、やあ、パワー。これ映えるね。映えますね。うん、もう発売してるやつなんですけど、まあ、この夏、これから暑い時期に向けて、やっぱこっち映える色で、みんなで元気よく頑張ってほしいなと思うんですけど、西のこの素材、やっぱりどこのメーカーにもないこの独特の薄さ、これは僕は好きです。いいよね。よし、結構来てるもんね、西ね。めっちゃ来てる、やっぱり通気性と夏は絶対欠かせないアイテムですね。欠かせないですよね、これは。マジで頑張ってください。はい、いってらっしゃい。ダッシュで行こうぜ。頑張りたまえ。いや、始まる前すごい一番いいや。すみません、はい、行きます。はい、行こう。ファイト。ありがとうございました。さあ、2000なんですけど、ちょっとね、今日土日でちょっと公園ね、家族連れの方々たくさんいらっしゃいますので、十分注意しながら撮影していきたいと思います。ちょっと風が気になりますけれども、まあ今のヨシちゃんだったらね、気にならないかなと。ヨシさんの力でしたら気にならないかと思いますけれども、かなり人が多くてですね、ちょっと止まったりするところが多いと思うんで、ワンチャンプラス5秒とか、そのタイムを見込みながらやっていくかと思います。ヨシさんの力的には3分20で、1キロ3分20で押していくメインになるんですけれども、ヨシさんの力的には、8割ほど
8割弱ぐらいかな、8割いかないぐらいかなっていうところの力感ではあると思うんですけれども、そのペースで今日のメニュー量をこなしていくというところになりますので、視聴者の皆さんもね、これみんな3分20でやればいいんだよっていうわけでもなく、視聴者の皆さんのそろそろ個人の力の中で8割、皆さんの持てる8割の中でこの2キロ、3から4本をしっかりこなしていくというメニューになりますので、まあ、人によっては3分10の人もいれば、人によっては3分30の人もいるというところになります。まあ、武田例えればね、僕は3分50ぐらい、いや4分切りぐらいかな、ちょっと分かんないけど、そうさ、ちょっと時間までちょっと日が沈みながらの最1キロ通過してきた、あ、19、ちょっと人多いからね、全然無理しないで、動きいいっすよ、動きいいっすよ、リラックスしよしよ、リラックスして、いいっすよ、いいっすよ、まとめましょう、しっかり綺麗にまとめましょう、着いた、3分21、あー、いいね、人多いから5秒ぐらい落としていいんじゃねえの、そうだね、うん、使ってんじゃねえの、変な、あれは使っちゃった、うん、まあまあまあ無理せんそこは、うん、本来の意図を忘れないで、はい、頑張ってください、はい、さあ2セット目始まりそうです、やっぱり苦手だね、苦手です、一人ってのはきついな、うん、一人、風強い、人多い、頑張れ、集中、さあ2セット目いきます、よーい、頑張れ、さあちょっと夕暮れ近づいてきて、人の数もだいぶ減ってきましたけれども、引き続き、運転には気をつけて、撮影してまいりたいと思います。ペース落ちてもいいから8割キープしよう、今出せるこの状況下でできる8割を出していこう、顔の動きもいいよ、大丈夫大丈夫、いいね、いいよ、いいね、いいね、いいね、よくまとめて、よくまとめてる、いいよ、動きもね、特段僕から言うことありません、全然いいですね、すごいコンパクトに走れてて、はい、さあ上半身だけ気をつけてね、体は立ってるけど体は振らないで、ね、いきましょう、めっちゃいいね、頑張れ、ラスト、さあ、ラスト100、ラスト100です、 OK、 弱いなここ上下で行かないといけないこれが安定感です、これが安定感ね、力高くないのに、うん、1本目終わっちゃってからの、うん、これが僕の弱点、はいはいはい、はい、止まりたい、頑張れ、動かして動かして行きましょう、ラストセット集中、離す余裕なし、頑張れ、頑張れ、25、いいね、いいよいいよいいよ、ナイスナイス、ここしっかり腹筋乗せましょう、ここしっかり腹筋乗せましょう、そう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 、いいよいいよいいよ、まとめてこう、まとめてこう、ラスト、上半身は振らない、上半身は振らない、振らない、振らず振らず、まとめる、コンパクトに、すぐ下ろせ、足はすぐ下ろす、さあ残り200、コンパクトにまとめよう、コンパクトに、コンパクトに、フラッシュ100、あんまり振らない、上半身振らない、頑張るけど振らない、そう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 、いいぞ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 、頑張るけど振らない、えい、ラスト50、ラスト50、ラスト50、東京だよ、疲れ、あーきつ、ナイス、ラストいくつだと、ラスト23、いいねダッシュで行こうぜ。
いやーきつかった。練習ただやるだけじゃなくて本当にこういう練習を増やしてって安定してこなせるようにやっぱなんないと、もう一段階の様式は見らんないかなって思ったんで、うん、気になる心拍数は、これで心拍数がまあ大体170から175とかで、まあ、今日の目的は達成と。こんなにきつい思いして心拍が160とかしか上がってなかったら、うん、やっぱりもっと頑張って追い込みましょうっていう風に。ああなるほどね、はい、ちなみに、うん、前回のその410本72秒設定の時の最大心拍数が188なんで、すげえ、まあ、あの離れてはしまったんですけど、うん、あのちゃんとその自分の最大の追い込みはできてるっていうことで、ギリギリまでやったってことだよね。そうそうそう、で今日の練習の最大、うん、185、おおちょっともっと強くなれるよってことです。じゃあチビスナに勝てる確率 35%。 最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。